モンチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。デカモンチです。今回はサムネとタイトルにもある通り、皆様にご報告があります。私、デカモンチは、レクサス GS を降りることに決めました。なんだそんなことかよって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、少なからずレクサス GS のね動画から私のチャンネルに来ていただいた方もいらっしゃると思ったんで、でそれであればレクサスの前で撮らんかいって思った方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、いろんな思いが込み上げてこうなってしまうことがもう予想できたんで、この場で撮ることにしました。でここからは、ちょっとね、こう、沈んだ空気じゃなくて、なるべくこう、気分を上げながら、こう、いろいろこう、お話をしていきたいと思います。特に、壊れたからっていうわけじゃなくて、まあ、いろんな条件が揃ったんで、今回、乗り換えることに決めました。車好きな私にとって、愛車を乗り換えるっていうのは、もう一大イベントなわけで、これは、もう動画でちょっと残しておきたいなと思ったんで、今回この動画を撮ることにしました。で、もう報告聞いたからいいやとか思われた方は、もうここで動画見るのをやめていただいても結構です。いや、デカモンチ、しょうがねえな、聞いてやんよって思われた方は、ぜひね、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。はい、そのわけでちょっと気分上げながらね、お話ししていきたいと思うんですけど、乗り換えるに至った経緯、先ほどね、いろんな条件が揃ったよっていうふうにお話ししたんですけど、去年2023年にジスケ、動画の中でよくね、ジスケジスケって言ってたし、普段からもジスケっていう呼び名でね、愛車とは向き合ってきたんですけど、まあそのジスケのローンが終わって、でちょうどその年に車検を取ったんですよね。これからまた2年乗れるねっていう状態にはあったんですよね。んで今年セカンドのモンチ号が車検を迎えるんですよ。そうなった時に、あ、ちょっと待てよと。モンチ号買った時の走行距離が大体4万キロぐらいだったんですよ。でそこから今現在が11万キロ走ってるのかな。その約7万キロ走ってる間にファンベルトを2回交換してるんですよ。2回。実はね、ここ最近ね、もうファンベルトがね、ちょっと泣き出してるんですよね。まあ、張り調整すればまだまだね、使えるベルトではあるかとは思うんですけど、まあ、ファンベルト泣き出してるのと、あと、去年の夏、エアコンのクーラーが全く効かなくなったんですよね。ちょっと窓開けて走ってりゃいいやと思ってやってたんですけど、耐えるに耐えれなくなって、で、知り合いの車屋さんにエアコンガス、入れてもらったんですけど、1週間しか持たなかったんですよ。まあ、どっかのパッキンなのか何かしらがやっぱり悪くて、すぐね、ガスがね、抜けちゃう状態だったんですよね。それを考えると、その車検の時に、例えばエアコンを直すよとか、ファンベルトもじゃあついでに交換するよとか、なったら、それだけでもやっぱりちょっと費用はかかってくるなと思ったんですよね。で、例えばそれで車検を取って、あと2年乗りますよってなった時に、スタッドレスがね、もういい感じにちょっともう減ってしまってるんで、スタッドレスももしだったら新品に変えたいなっていうぐらいの状況なんですよね。あと2年、モンチ号を乗ることに関しても、まあ費用がかなりかかってくるなっていうのもあったんですよね。んで、ここ最近ようやく気づいたのが、好きで買ったはずの車が週末しか乗れてないよねと。で、冬に至っては自分自身の運転技術の未熟さから冬眠させちゃってるよねと。これに気づくのに16年かかりましたよ。16年、何気に2台体制16年続けてました。その2大体制始めた頃の話をしだすとまたちょっと長くなっちゃうと思うんで、そこはちょっと端折るんですけど、気づくのにね、16年かかっちゃいましたね。若い頃はそれでも良かったんですよ。ただ今となっては
やっぱり気に入って買った車は毎日乗りたいよねっていう思いがやっぱりあるんですよね。それにようやく気づけたかなっていうのも、乗り換えのポイントの一つですね。なのでこれを機会に、車2台体制をやめようって決めたんですよ。ジスケ乗り換えに伴って、モンチゴーこと鈴木ワゴン R スティングレーも降ります。車1台体制に、していこうかなと思います。雨の日も雪の日もね、頑張って走ってくれたのは、モンチゴーであることは確かなんですよね。その前にももう1台ちょっと挟んでますけど、今ね現状乗ってるのはモンチゴーなんで、モンチゴーへの感謝っていうのはやっぱりありますしね。そのおかげでジースケは常に綺麗な状態で乗ることができたし、そのジースケのおかげで私のね週末というか休日がすごいね充実したもの、楽しいものになったことはもう本当に言うまでもないんですよね。ここからちょっと思い出話込みになっちゃうんですけど、レクサスが日本で販売されるっていう風になってから、いつかはレクサスって夢に描いてたんですよね。そんな私の夢を叶えてくれた1台がこのレクサス GS だったんですよね。もうね、買うって決めた時はもう天にも昇るような気持ち、おマジかと、俺ついにレクサス行っちゃうかという感じだったんですよね。でそんなレクサスに乗り出して早7年ですか。振り返ればそこまでこう遠出もしなかったんですけど、一番遠いところで言えば東京の池袋行った感じかな。あとは栃木の茂木とか、これはもう本当にS 帯ね、レーシングドライバーでもあり、モンチッチファンでもある、吉岡くんのね、ちょっと応援に行きたいなっていうので、ツインリンク茂木にジースケでね、行ったりとか、ぐらいかな。あとは、近県、福島とか山形とか。その辺はちょいちょい行ってたかなっていう感じではあったんですけど、それでも早7年ですか。その間にやっぱり自分自身のその趣味思考っていうのがやっぱり変わってきたんですよね。もし状況が許すならまた自分のその住んでる地域が雪の降らない地域だったら、まだまだね乗り続けたかったなっていう思いはね正直今あるんですよね。やっぱり私が住んでるところっていうのがそれなりにこう雪が降る地域なもんですから、その雪道をその FR 車で走る自信が私には持てなかったんですよね。その過酷な冬の運転から少しでもリスクと運転中のこのストレスを軽減するためにはやっぱりね FR 車じゃちょっとダメだったんですよね。他の人に言わせれば今の FR 車かなり性能いいよ、全然滑らないよというふうに後押しはしてくれたんですけど、それでもねやっぱり昔のこう FR っていうイメージがこう払拭できなくて、それもあって乗り換えようと決めたんですよね。実はねもうすでに車決まってます。この動画出る頃には一目ちょっと次の車見に行ってるのかなっていう状況ですね。今まだちょっと車屋さんにはないんで、もう2週間ぐらいすると車屋さんに来るっていう連絡が来たんで、その頃にちょっと一度ねどんなもんかこう見てねワクワクしちゃおうかなと思ってるんですけど、今の正直な感覚からいくとやっぱりジースケがいなくなる寂しさと次の車への期待と不安で、すごいね、ちょっとね、微妙な感覚なんですよ。多分、納車されれば、またね、こんな感じで動画にはさせてもらうかとは思うんですけど、これからね、残り少なくなったジースケとの時間を存分にちょっと楽しんでいきたいと思います。というわけで、今回は皆様へのご報告、レクサス GS 降りますという動画でした。長々お付き合いいただき、ありがとうございました。それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。